ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ、どうも KBS 京都、RNC ラジオ CBC ラジオラブ FM をお聞きの皆様、こんばんは。ヨーロッパ局で俳優をやっております長野宗則です。今週もよろしくお願いいたします。ね、もうすぐ誕生日ですわ。どうしよう、そわそわすんな。今日の放送なんかしてくるんじゃないかな、スタッフがこじまりしてるんですけどもね。もう本当にミキサーの前でね、あのいろいろあの音調整とかしてくれてる、まあ、ディレクター構成の落とし君と、でも構成の伊勢村君と、そして、マンスリーゲスト、もう4人でね、ほんとこじまりやってるラジオなんですけども、まあもうね1年以上やってますからね、やっぱパーソナリティのこういうタイミングね、誕生日みたいな年に一度のタイミング逃さないんだろうなっていう気がしてね、ちょっとそわそわしますね。まあ気恥ずかしいっていうのはあるからね、長年の付き合いだからみんな下向いてますけどね、こういう話を急になんかこんな狭い空間でね、少ない人数で言われてちょっと困ってるみんなねうつむくっていう感じ、だから僕はまあそわそわしてしまいますけど、まあ誕生日っていうのはあれですよ、けど親に感謝するもんですよね。誕生日プレゼントちょうだいちょっとあれいつもね、時間が来たらね太田君手挙げてくれる、まだ始まって多分2分ぐらいやと思います今次行けっていうサイン来ましたけどね、僕は産んでくれてありがとうっていう日だと思うんですよ親にね。けどで僕ね親になりましたから、けど生まれてきてくれてありがとうっていうね、親はね親でそう思う日だと思うんですよ。だからすごい素晴らしい日だと思うんでね、僕別にみんなにプレッシャーかけましたけども、スタッフのね皆さんにね、全然いいんです。今日はもう家族たちがお互いありがとうおめでとうって称え合う日なんじゃないかなって僕は思いますんでね、素晴らしい日で、今日誕生日のね今日リスナーの方でおられると思いますけど、皆さんお誕生日おめでとうございます。そして生まれてきてくれてありがとうございます。はい、ということで僕来週誕生日2月17日でございますからね、ちょっとフライング気味にちょっと言ってしまいましたけども、よろしくお願いしますと。ということでね、マンスリーゲストのね本田君、ちょっとしかめっ面で待っておりましたけども、いやいや、あ本田です、どうもよろしくお願いします。誕生日おめでとうございます。あちょっとね、まだ早いんですけどもね、そうです、いや今今日の誕生日の人に言っただけ長野さんに言ってないんでごめんごめん、ちょっとその気がする、勝手に取らないでください僕のおめでとう失礼しました、はい、ありがとうございます、お便りが来ておりますのでね、ちょっと読ませていただきますね、はい、ラジオネームてんちゃんとマーク愛知さん、いつもありがとうございます、はい、以前の放送でですね、20歳の頃の思い出ということで、長野さんのお話、そして西村さんの話も聞かせていただきましてありがとうございましたと、長野さんあれから18年年取ったなとしみじみ言っておられましたが、何をおっしゃいます、私なんて2回目の成人式も当の昔に過ぎて、気がつけばアラフィフという、あそうなんですね、ですけども気持ちだけは永遠の17歳ですが、体力的には20歳ではないんですねまだ17歳、まあ、もっとピチピチですよ、でももう体力的にはごまかせなくなってきましたかねと、でも気持ちまで老け込んでしまわないようにたくさん楽しいことをしようと思いますということですよ。本田君どうですか、20歳ある、なんか振り返って、20歳で初めて彼女ができた、それはアニバーサリーやね、それね、アニバーサリーでした、はい、20歳のね1月1日に初めて彼女ができた、1月 あれ行ったんですよ、大晦日に初詣、夜通し、そう、で三条の、寺町の入ったところファーストキッチンで、朝までやってたから、あそこでずっとなんか喋ったりしてて、彼女ができたっていうのはそのどのタイミングなの、その朝5時ぐらいかな、お最後に別れ際になんかそういう、大晦日初詣しまして、でまあちょっと店入ろうかつってファーストキッチン入って、まあ普通に楽しく喋って、その流れで、もうなんか告白しようと思ってて、
なもう二十歳よね、うんうん、お互い好きな人いようかみたいな。ちょっと中指立ってますよ、うん、スタッフ一同の、うんうん、はい、そんな、そんなやっておきます。あ、そういう見つけ方あんだね、うん、ないですけどね。ないのかな。いやいや、もう、はい、うん、いや、うん、もう僕は人生で何度かね、そんな告白のタイミングってあったけど、うん、好きです、付き合ってくださいって。それ男らしいじゃないですか。男らしいっていうか、もう本当に型にはまったさ、うん、やり口しか知らなかったけど、うん、そのいいね、楽しくなるやつ。甘酸っぱいですね。相手もどんなリアクションでした、うん、え、いや、あんまちょっと覚えてないです。なんかどっちから言ったの、そういえばいい。で、僕が言うなって言ったせーので言ったんで。したらどうなった、はい、せーので、うん、そして、うん、僕言わなかったかもわかんないですね。あ、本田くんは言わんかった、うん、本田くんはじゃあ、うん、口をつぶんだまま意地悪したね、うん、ちょっと、うん、せーので言って、うんうん、それで本田みたいななったような気がする。なんかでも記憶が美化されてるのかもわかんないですけど、キュンとすんだな。いや、本当に初めて、そのゴーダじゃない、ゴーダって、ゴーダじゃない、ゴーダ、ゴーダ君って人が好きだったね。ゴーダが本田に聞こえるって、いや、多分違うかった、聞き間違いじゃなくて、うん、うん、いやすごいやん、うん、しかもめでたい1月1日新春、はい、そうですね、それは忘れられん、覚えてないね、うん、節目の20歳の、はい、1月2日に祇園シネマ、今の祇園会館に映画を見に行って、はいはい、ポッポ屋を見まして、でその帰り道、うん、ポッポ屋見たら、うん、手つなぎたくなったから手つないでいいって言って一日フレーズが憎いわなんか、はあ、でポッポ屋見たら手つなぎたくなったから手つないでいいっつって、うん、はい、で手つないで、うん、はい、そうですね、鴨川行って、はい、はい、チューしました。あ、ちょっと待ってよ、ポッポ屋の流れでそこまで行けんだ、はい、そう、やっぱり志村けんさんのやっぱ演技力で、演技よね、はい、そこにエネルギーいただいて、うん、バカ殿の、うん、バカ殿の志村けんさんですよ、け、うん、さんが酔っ払い役で、そう、うん、セリフもね現場で増えたという、うん、うん、はい、かね、そのね、すごいね、まあ初めてその付き合ったり別れたりっていうのをスタートしてた、ね、激動や、激動でした、はい。役者もうやってるやん、その頃。やってます、やってます。ちょうどヨーロッパ企画始まったぐらい。うん、そうですね。でしょ、はい、だから本田くんは春の公演から、だいたい第2回公演からだけど、二十、はい、歳の頃って他どんな何役やってたん、その演目っていうか。演目？うん。だからヨーロッパ企画でいうと苦悩のピラミッドとかの年なんですよ。はい、僕二十歳の時なんですけど、あ、うん、確かそうだったですね、うんうん、うん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 、であと演劇集団Qっていうところにいたんで、ね、はい、うん、ちょうど座長になってた時ですね。座長に、あ、はい、いや結構、うん、なんかいい年やね、なんか、あ、そうですね、もちろんすぐに振られたりとかあったけど、はい、はい、うん、まあ、いろんなことを経験させてもらった、うん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 、本当に大人に一歩大人になった入れた年だったかも分かんないですね。ねえ、はい、成人式はちょっと事前申し込みやって、うん、京都、あ、そうなんや、うん、で、うん、京都会館かどっかに集まるんですけど、それは行けなかったんですけど、うん、何してたのその日。え、あ、なんかぼーっとしてました、うん、で、なんかでも何地元のそのみんなが集まるっていうんで、うん、紫っていう居酒屋、はい、うん、でそれ終わって、うん、はい、そうでしたね、そんなんでした。成人式とか出てます？いや出てないのよ。あ、もう新聞配達とかやってたからさ、あ、まあ、実家宮崎だから帰る。あ、そっかそっかそっか、そう、実家で出るのもんな。そう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 、うん、あ、そう、そんなんでしたね。あるね、二十歳って節目なんかね、うん、何かしらみんなの身にね、そうですね、うん、なんか節目にしなと思ったじゃないですか、うん、そういうのもあるんじゃないですか。二十歳まで、二十歳からみたいなのあったじゃないですか。うん、うん、すっげえ言われましたもん、なんか、え、二十歳まで彼女いるのやばいでとかすごい言われてた記憶があります。なんか、だから、あ、そういうのやばいなとか思ってた。なるほどね、はい、うん、まあ、全然やばくないと思うんですけど、今考えたら。まあね、うん、今年いくつになる？今年？もうだからあれから、そうか、17年経ってるから37になるってことか、はい、僕も38になっちゃうもんね。嫌になっちゃうね、もう
37か、ね、もう出席番号37番やったんですよ。出席番号かわいそう、はい、いつかいつの話、中学1年です覚えてる。12もそうやったんですけど、なんか思い入れがある番号なんで、37が37、あ、また何かあるかもね、じゃあ今年。そうですね、節目に。今のところ何もないですけど、今年は、うん、今年あるじゃない、食べられる男っていう主演映画が。あ、あれだ、だって年末からさ、はい、2015年の正月も返上して撮影してたじゃないですか。あ、そうです、はい、食べられる男っていうのをね、主演、はい、主演をやらせてもらって、うん、あれもあるでしょ、うん、公開はまだ決まってないの、あれ公開は。それがあの CO2 っていうシネアストオーガニゼーションっていうのの助成企画なんですけど、それまあ企画通った3人の監督が撮って、でそれでその上映がまあ3月頃に、はい、あるんはあるみたいなんですけど、その後は決まってはないんですかね。で今ちょうどなんかあのクラウドファンディングというか、はい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 、皆さんからこう出資を募るっていうやつをやってて、それがちょうど2月19日の23時59分までっていうので、うん、はい、それまでに目標額が30万円なんですけど、ね、まあ、そこまで達したらなんかそういうのを、発動するみたいな。なるほどなるほど、はい、そうなんですよ ね、 ね、なんか僕もギヨンタロザムービーやらせてもらった時にクラウドファンディングってシステムありましたけど、うん、なんかね、特典とかもあるんでしょ、それ。あの、あ、そうです、そう、ね、いろいろ、うん、あのパンフレットとか、とか、あと、うん、まあ、メイキング DVD とか、はい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 、まあその、うん、額に応じてみたいな、うん、一緒に食べる、食べるパーティーみたいな、食べられる男っていうタイトルだから、あ、食事会みたいなやつ、はい、食べれるものを作ってみんなで食べよう、うん、まあカッコ仮なんですけど、またそれ、うん、なんかそういうのを参加するみたいなとか、チワジャってやるみたいな、で、はい、まあ、まあなんかみんなで作るんじゃないですか、鍋とかか分かんないですけど、はい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 、はい、うん、そういうのやったりみたいなとか、あと短編映画を、うん、そう、近藤監督っていう監督と、はい、うん、僕と一緒に作るみたいなのとか、うん、おー、すごい特典やん。ホームページ見てもらっていろいろあるんですけど、まあまあでもそれよりも短編映画を作る、うん、でそれにその三角形みたいな感じやったと思うんですけどね、面白い特典や ね、はい、ね、なんかいろいろあるんですよ、うん、はい、で食べられる監督がまだ23歳で若いね、はい、誕生日一緒なんですよ、長野さんと。 217なんです。おめでとう、そしてありがとう、うん、ありがとうねえ、はい、おそうなんですよ。それでもう、うん、なんか大阪芸大の出身の方なんで、うんうんうん、その同期のもう卒業したメンバーが今まあ東京とかで大学行ってたり、現場で照明技師さんやってたりするんですけど、うんうん、そういう人が帰ってきてその人と一緒にやったり、うん、まあ後輩の大学生、現役の学生の人が手伝ってくれたりとかあって、うん、で僕も大阪の富田林とかで撮ってたんで、そのスタッフのこの家に泊めてもらったりして、合宿でなんかなんか青春みたいな感じをね、うんうんうん、でその同期の人らもそれを多分今までずっとやってきたけど、うん、今回が多分こうやってギュッと一緒にやるの、多分もしかしたら最後このメンバー全員揃うのが最後かも分からん感じとかも、うんうん、だからそういうのもひしひしと感じながら最年長やったんですけど、うんうんうん、もうなんか楽しい、うん、ちょっとなんか感動もしつつみたいな、はい、クランクアップとか、うん、クランクアップはでもちょっと、うん、あの成人式の日あって、ああそうなの、はい、うん、ほとんどスタッフのみんなが成人式で地元帰っててちょっとあ、そう、もうそんな最後の最後でわーってハグしてさ、感動のね、うん、別れみたいな、一番人が少ない日でした。あ、そう、はい、うん、でもなんかその同期の人らがみんなで握手して写真撮ってるのちょっといいなと思いながら、うんうん、あ、そう、はい、いや、いいじゃない、うん、ね、青春を再来したっていう感じですか、うん、です、はい、いや、ありがとうございます。食べられる男、これまたね、詳しい情報、ね、公開のね出たらまたこのラジオの方でもお伝えしたいと思います。ということでですね、メインコンテンツあります、ラジオドラマのコーナーに行ってみましょう。はい、今月は2月に聞いてみたいラジオコントっていう、はい、企画で丸山交通公園さんっていう、ね、はい、拠点に活動している、俳優さんに、うん、さ、書き下ろししていただいてます、今回はね、指というタイトル、指、はい、あの、何なんですかね、2月ね、うん、ちょっと聞いてみましょうか、はい、それでは開演いたします。
おい、聞いたか？鉄砲玉の話か。そう、鉄砲玉の話だ。あっちの事務所は完全に廃墟になったらしいな。こっちの事務所もいつやられるか分かったもんじゃない。そうなっちまったら戦争だ。ああ、戦争だ。仕方ないことだ。お前、それ新しい入れ墨入れたか？ああ、入れた。何の入れ墨だ？朝青龍。おお、そうかい。朝青龍、伝説の力士だな。よく見せてくれよ。ええ、肩の方には触るなよ。なんでだよ。肩の方もしっかり見せろよ。触るなって。なんでだよ。うわ、これなんだよ。またちょっと改造したんだ。こんなところからドス出て意味あるかね。まあ、もしもの時にな。カーボンで軽いし、いいぜ。そうか。お前も新しい入れ墨入れたんだろう。そうさ、俺も新しい入れ墨を入れたのさ。何の入れ墨だ？弁天様。ほう、また随分古臭いの。いや、違うんだ。これ見てくれよ。ん？おう、動くじゃないかこれ。ああ、新技術だよ。おいおい、なんだよ弁天様、脱ぎ始めたじゃないか。そうだよ、そのうち踊り出すよ。本当だ、踊って。うん、ああ、客の歓声に応えて。ああ、楽屋でタバコ吸って。ああ、劇場出て。ああ、柄の悪い男に絡まれた。うん、なんか出てきたな。ああ、お前じゃないか。お前が柄の悪い男から弁天様を助けて。ああ、弁天様がお前に抱きついて。ああ、突然の雨、二人は雨から逃げるように、うん、背中から腹に回ってへそに消えて。ああ、消えた。いいだろう。ああ、いい。結構時間かかったんだぜ。あ、そうだ、お前クミのフェイスブック更新したか？あ、いけねえ、してねえや。ああ、ダメだろ。ちゃんと活動内容を報告していかないと。そうだな。メッセージもちゃんと処理しろよ。わかってるよ。組長からメール。なんて？あ、やべえ。なんて？指詰めろって。指？指詰めて9時半までに本部に持ってこいって。指か。お前何かしたか？いや、わからん。いや、なんか理由あるだろう。あ、何かあるのか？ツイッターの裏垢とかかな。ああ、それだ、見られてるぞ。そんなの、なんか組長のこと書いたのか？ちょっと悪口。どんな？いや、でも口が臭い程度の。ダメだよ、口が臭いは。え？臭いってあれだぞ、一番傷つくらしいぞ。いや、なんかあの癖のある珍味の匂いだってからな。ダメだよ、そんなのツイッターに書いたら。もう面倒くさいな。仕方ないだろう。指詰めんの？仕方ねえよ、詰めなきゃ、言われてんだから。面倒くさいな。道具を持ってきてやるから。マナインタと包丁。分かったよ、もう。はい、持ってきたぞ。面倒くせえな。はい、詰めた。うん、じゃあ本部行かないと時間ないぜ。面倒くせえな。シャメとかだとダメなのかよ。ダメに決まってんだろ、ほら本部行くぞ。パッと行ってパッと終わらせよう。そうしよう。さっと指渡しに行って新しい指に付け替えねえとみっともないからな。よし、急ごう。どうやって本部まで行こうか。ジェットで飛ばすか。いや、でもエネルギーの節約条例のこともあるしな。どこかに。あ、いた。おいおい、へい。急ですまんがな、この大門見たらわかるな。組本部事務所まで行ってくれるか？へい。おい、取れたぞ、これで行こう。う、早速出発させていただきます。いや、
しかし人力が一番環境にはいいな。そうだな、ちょっとばかし二酸化炭素が出るだけだからな。しかしな、なんで指なんか詰めるかね。さあわからんな。何の意味があるんだろうな。わからんな、そこら辺は。ヤクザだからか。ヤクザだからって非合理だよ、指を詰めるなんて。だからけじめだから。わからんな、聞いてみるか。聞いたって仕方ないと思うがな。おいおい、なんでだよ。なんでだ、指詰めるって何なんだ。どういう理屈なんだ。おい答えろ、答えろよ。へい。なあ、どういうつもりだったんだ。人間はどういうプログラミングで指を詰めるなんて機能を。へい。うんうんうん、やめとけやめとけ。なんで。そりゃそうだろう、俺たちロボットにわからないのに人間たちなんかにわかるわけないだろう。まあそうか。そうだよな、人間。へい。はい、丸山交通公園さんのシナリオであります指というタイトルのラジオコントでございました、うん、はい、まさかの、うん、ね、うん、ロボットものロボットもの本当に、はい、もうショートショート全盛の、うん、ね、昭和の懐かしい匂いのしたテイストでしたけども、はいはい、また来週も丸山交通公園さんが書き下ろしてくれますんでお楽しみにと、はい、いうわけでね、本田くん久しぶりのね、はい、マンスリーゲストで覚えてらっしゃるかあれですけども、名言酒場っていうね、ああありましたね、このラジオドラマの上に浸りながら行く酒場があるんですけど、ちょっと寄ってみようかしら、ね、はい、ああいいんですか、うん、ちょっと連れて行きたい久々に、はいはい、マスター、いらっしゃい。あ、ちょっと寿司屋が出てくるんです。寿司屋の感じマスターじゃなくて板前さんが板前出てくるんです。渋い方のマスターです。渋い方のナンパじゃない方、はい、ナンパの方はなちょっと一発ギャグかましてくるんで気をつけた方がいいで す、はい、今回ですね、はい、まさに星新一さんのような、うん、まあ、オチだったなというのが、うん、なんか印象としてありまして、うん、まあ、ちょっとその情感を味わってもらうためにあ、なるほど、星新一先生の名言なんかを、はい、あ、それあるでしょうね、お伝えできればなと思ってます。じゃあいきます。未来はもはや過去である。そう、何それ、そう、よくわかんないんですけど、はい、いや名言っぽい、ぽいぽさは伝わったよ、すごいぽいんですよね名言、まだ意味は咀嚼できないんですけど、はい、多分星先生が言うんだからすごい名言、信頼のおけるあの名言であるなんだと僕は思ってます、うん、もう一回いいですか。未来はもはや過去である。いつになくふわっとしてますけど、はい、的確じゃないんですけどじゃないですけど酔えますよね、その場の状況をね、はい、どういう時に言ったかとかを知らないと多分これ、うん、分からないんですけど、うん、そんな感じです、はいはい、じゃあまた来るよ。ありがとうございました。ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ、この番組は京都のヨーロッパハウススタジオからお送りしております。エンディングでございます。で告知があるということでですね、はい、大歳くんが明日、はい、そしてあさって2月13、14日ですね、うん、先週もお伝えしたんですけども、うん、京都の若手、うん、演劇人たちがこう集まりまして、はい、いろんなこう短編演劇を見せるイベント、ハイタウンガイデンというのがございます、うんうん、でテーマ告白という統一テーマのもとに、はい、うん、全作品に坂井義美が出演、はい、もうそうですよ。だからさらにですね、うん、どういうところで坂井さんを使うのかとか、はい、どういうところで告白っていうテーマをちゃんと扱っているのかみたいな基準ができるんで、うんうん、大俊君はイエティを弾いて、はい、イエティを弾いております。まあだってもう長年イエティでね、坂井君は座長としてやってるから、はい、それはもう使い勝手はもう見限ったんで、もうちょっと
さちょっと、はい、別れの別れですね、うん、あもうそういった意味のダブルミーニングの告白があるのかもしれない、あるかもしれないですよ、はい、これお楽しみに、これ面白そうですよ、なんか、ね、うん、特に僕は弱男ユニットさんが、はい、今回告白というテーマを扱うのが一番得意なんじゃないかなと、あ、まあ、なんて個人的には激性を扱うとね、やっぱ一番やっぱすごいことやってきますからね、思っておりまして、うん、ちょっとその大注目しております、はい、え、場所どこでやるんでしたっけ、元立成小学校で、はい、音楽室でやりますので、はい、はい、ぜひぜひ詳しくはヨーロッパ企画のホームページにございます、お願いします、はい、そしてですね、我々、ヨーロッパ企画はサヌキ映画祭に、また出演させていただきます、こちらですけどもね、サヌキ映画祭で、2月14日、タクシードライバー祇園太郎ザムービー、こちらの上映がございます。そして、山口純太監督、まあ、ヨーロッパ企画 の、 映像スタッフなんですけども、彼の撮ったドキュメンタリー現役 OL 銀行員映画監督やってみた、こちらの上映も2月14日にありますんで、香川のね、お住まいの方とか、もし興味ある方はぜひ見に来てください。そして2月20日土曜日はヨーロッパ企画の京都発ショートムービー祭りと、これあります、はい、そして2月21日は、先週もお伝えしましたヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ公開収録というになっておりますので、ぜひね、こちらもね、参加してほしい、うん、ね、なんつった今、盛りだくさん、はい、愛の手です、愛の手入れたらそんなのあるんですか、いや僕の声とぶつかってしまって消しちゃったかなと思って、いはい、盛りだくさんなんですよ、サヌキ映画祭もで京都も、はい、ね、イベント盛りだくさんという、あともう一個あった、あのね、テレビでですね、うん、住田隆史脚本でね出演もしておりまして、そして僕も出させてもらってるんですけども、はい、大阪、これ関西地区のみなんですかね、大阪環状線一駅ごとの愛物語という関西テレビをネットしております、このやつで、2月16日福島駅の会で、我々住田と長野宗則が出ておりますので、ぜひこちらも、見れる方チェックしてください、はい、というわけでお便りですの宛先です、そしてこの番組では皆様の質問、ラジオドラマの感想などお便りをお待ちしております。はい、宛先は 46way@ ヨーロッパ企画 .com、 数字のちょっと邪魔した、これ、はい、邪魔しないでね、はい、ね、ヨーロッパ企画、数字の46に英語で道の way、@europe-kikaku.com でお願いします。今聞き取れなかったという方ね、ヨーロッパ企画のホーム、盛りだくさんでした、盛りだくさん、はい、盛りだくさんですか、もうヨーロッパ企画のホームページのバナーございます、どうぞ邪魔しないで大事じゃん、これ間違ったらメール送れないしさ、うんうん、まああります、バナーがバナバナーございます、ブロードウェイラジオ、そしてワンクリックでね、今言ったややこしいアドレス載ってますんで、うん、ワンクリックでメールくださいませと。ダブルクリックじゃなくていいですか、ダブルクリック、ダブルクリックするとね、なんか2個開いてしまう、2個開いてするんで2通送れるってことですよ、あ、それはいいですよ、盛りだくさん、もうすごい、ね、ここまで遊び場にしてくれたマンスゲストいないですよ、このブロードウェイラジオというわけで、はい、来週もブロードウェイラジオ本田さん、あどうってよろしくお願いします。時々所さんになりますよね。所じゃ鼻詰まってますよ、多分僕ね、まだね、はい、はい、ということで、はい、来週もお楽しみに、さようなら。